で、これ。これが、あと私のうんぴっぴセットです。ワセリン。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫こと、まこです。今日は、じゃん。カバンの中身はなんじゃろなーをやりたいと思います。視聴者の皆さんから、どんなカバン持ってるんですか？カバンの中身は普段持ち歩いてるものって何ですか？っていう問い合わせをいただいていたので、それにちょっと答えていこうかと思います。はい。まず、カバンですね。カバンは基本的に、これ、まあ、いつも紹介してる車椅子のアンダーバッグと、ウエストポーチ系をこう、前に、つけてやるか、こういう小さい系のショルダーバッグを斜め掛けして膝の上に置くかっていう、私はこの2種類しかないですね。ハンドバッグとかトートバッグっていうのは持てないし、まあ、持って漕ぐこともできないし、まあ、後ろにかける人とかもいるんですけど、やっぱ貴重品とかね、そういうのがあるので、基本的には前に持つっていうことを私はおすすめしているので、カバンの種類はこの2択かなっていうのがあります。あんまり私はカバンにそんなに興味がないので、まあ、この4パターン、まあ、あともう1個なんかベージュの欲しいなって今は個人的に思ってるんですけど、で、4パターンでやりくりしております。じゃあまずアンダーバッグからいきますかね。何度か動画でお伝えした時あるこのメルローズさんのアンダーバッグのサイズ感、いつもぶら下げてるばっかりだったのでこう外したことはなかったんですけど、サイズ感はこんな感じです。で、まずじゃあ内ポケットじゃない外ポケットのちっちゃいところには、これ大事な大事な障害者手帳と、あと今の時期なのでアルコールのハンドジェル、これ海外のやつで、匂い付きのやつですね。大きい方がまずこれは100均の巾着なんですが、この中には、着替え系ですね。着替え系が入ってます。尿取りパッドとか、あと、パンツと、ズボンと、濡らした時はですね。あと、この前紹介した、体きれいと、リセッシュ。あと、まあ、こういう三角形にしたゴミ袋が何個か入ってますね。ニオトリパッドはね、だいたい3枚くらい入れてます。で、これ。これが、あと私のうんぴっぴセットです。ワセリンと、ゴム手袋。と、ここにも、三角形の袋がいっぱい入ってます。で、まあ、マスクと、これ敷おむつと、お尻拭き。あと、私の非常食のソイジョイたちがあります。東京に行くとね、本当にご飯食べる時間がなくて、で、なんかもう緊急事態の時にソイジョいつでも食べれるように入れてます。こんな感じで結構めっちゃ入るんですよね。他にも、買い物した時、例えばペットボトル買いましたっていう時とかも、持ち歩くの大変な時とかは、このアンダーバッグに入れて持ち帰ったりすることもあります。はい、まだまだ余裕がありますね。次はこちら。基本的に地元にいる時、まあ、リハビリに行くとか
さらっとどっか行くとか、まあ、ちょっと、まあ、適当感が出るときかな、適当感が出るときはこのバッグで、まあ、私服でちょっとスポーティーな格好したときとかはこっちのマイケルコースのやつを使ってます。はい、じゃあ中身ね、まず外側のポッケはアルコール麺が入ってるのと、なんか絆創膏1枚入ってたと、あとリップクリームね。はい、これが私の導尿セットですね。100均の、これも100均のポーチ、100均のポーチはめっちゃ使える。はい、正常面と、あとカテーテルですね。カテーテルとか正常面は、出かけるときに、今日はまあこんくらい出かけるから6本くらい持っていこうかなっていう感じで、これに入れています。で、あとこっちにもアルコールのハンドジェルがあって、あとはポケットティッシュ、あとミンティアとノニオのお口シュッシュ、まあ、どんだけ息臭いんじゃ、どんだけ息臭いんじゃって感じだけど、まあなんかね、あの人と会う時はやっぱり口臭を大切にしてるので口臭セットは欠かせません。で、車の鍵と、あと健常者の時は長財布を持ってたんですけど、さっきも言ったようにカバンが小さくなった分長財布を持つのが大変になったので、今は、こういう小銭入れと、もう基本カードです。全部カードで支払うようにしています。まあ、スイカもあるしクレジットもあるしで、友達とご飯行った時、割り勘する時っていう時だけ現金をその時準備して持っていくっていう感じなので、現金はこんな感じで折りたたんで入れてます。これ基本もうベースこれなので、これをこっちのカバンに入れるか、あとは何の女性らしい格好というか女性らしい格好をした時はこっちのどっちかのカバンに今のセットを入れる感じですね。東京とか行くときは鏡も持つし、あとこれも結構言っているフィルム石鹸ですね。フィルム石鹸も絶対入れます。はい、で各自それぞれ必ずこの地元の新聞屋さんのポケットティッシュが入ってます。東京に行く場合の時に追加されるのがこのモバイルバッテリーと、こっちポケット Wi-Fi ですね。ポケット Wi-Fi を追加して持っていきます。あとハンカチか、あとハンカチ入れて持っていく感じですね。まあ見た通り化粧品を持ち歩かない、まあ口紅はたまに持ち歩くけど、本当に化粧品持ち歩かないので女子力はないですし、あと香水とかも持ち歩かないですね。香水は基本つけずに、なんかたまにボディフレグランス、まあ、香水なんか薄い感じの匂いのやつは朝シュシュってつけることはあるけど、持ち歩くみたいなことはしないですで、やっぱりカバンの部分で、個人的には選べるのはこのミニのショルダーバッグか、ウエストポーチっていうのしか選べないので、ちょっとカバン欲しいのにな、でも買ったとて持てないしなっていうちょっと残念な時とかはありますが、使いやすく機能的でおしゃれができるカバンを探しておしゃれを楽しんでおります。こんな感じでカバンの中身はなんじゃろうなーコーナーをやりました。全然あの女子力もなく可愛くもない、カバン紹介になりましたが、参考になったでしょうか。ではこの動画が役に立ったいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと
あとチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.